にちは、風次郎です。今日は休みなので、さんとゆっくりな朝です。おはよう、さん。ゆっくりねんねした？さん、ベランダに行くよ。鍵は開けてあるので、さんは自由に出入りしてます。真冬はそれで家の中が寒いです。いつものようにベランダでさんとお話しします。今日はレモンサワーです。マイナンバーカードの登録でもらったポイントで最近はお酒を買います。市役所嫌いなんですけど、仕方なく行ってきました。ポイントは少し得した気分です。さんにはこんな人間事情、わからないよねー。これで、さんのまんまと、トイレの砂も買っちゃおうと。今日もありがとうございました。それではまた。